やあみんな、どうもこんにちは、くんひろです。さて今日も SA をやっていきたいと思いますが、前回ね、プーが、なぜホローエリアの方で、ああいうことをしようとしたのかっていう、ね、まだ俺が理解しきれてない部分を、いろいろ聞いたんだけども、まあ、書いてくれてる人ありがとう。ちゃんと読まさせていただきました。でね、なんか進めてくと、さらにわかりやすくなってくるらしいので、多分俺と一緒にね、どういうことどういうことって思ってる人もいると思うんですよ。一人や二人や五人や、そこら辺ね。うん。だから一緒に、まだ見てこ。まだ最終回じゃねえぜっていうことだよ、とりあえずな。で、イベントが発生するはず。うん、来たね。キリト君、フリアさんは無事なの？そう、無事だったんだよ、アスナ。手伝ってくれてありがとうな。ああ、もう大丈夫。フィリアは助けて、プーのやつも倒した。本当に、間に合ってよかったです。本当にそれは思う。前回のムービー見た？あれ。もうね、あれはね、思わずグッドボタン。自分で言うか。よかった。でも、それにしてはキリト君、あまり浮かない顔しているね。あ、そうなの？問題がまだある。うん。あ、説明しましたと。アップデートによるデータの上書き。ユイちゃん、そんなことは可能なの？団長はもういないのに、そんなことができるなんて。そうかそうか、確かに団長がねえ、あれはやってたもんな、いろいろとな。パパのお話を聞く限り、ないとは言い切れません。実際にホローエリアで審査されたデータがアインクラッドに実装され、使用可能となっています。もちろん必要以上のデータ改変がないようリミッターはあるはずですが、それが作動しない可能性があります。まあ、そのゆいちゃんが言ってるのは、要はホローミッションみたいなもんなんだよね。ホローミッションもさ、向こうでいろいろなんかテストして、で、実装可能になりますっていうね、流れだしね。そして、推測ですが、このアップデートは実施されれば、かなり危険です。やばいんだ、やっぱり。やっぱり、何がそんなにやばいのか、ゆいの推測でいいから教えてくれるか。はい。規模、データ量は全く異なりますが、ホローエリアは本来アインクラッドと対をなす未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。なるほどなるほど。このようなエリアはまだ点在すると思われますが、75層のクリア時にこのアインクラッドとホローエリアのみ接続され開示された可能性が高いです。本来ホローエリアのみに存在する AI データの ID がアップデートの上書きによりメインとなってしまうようなことがあれば、ホローエリアで起きたことと逆の現象がアインクラッドで起こる可能性があります。逆の現象？ホローが存在するプレイヤーは強制的にデータ、あ、そういうこと？やべえじゃん。そうです。おそらくプレイヤー ID が削除された上で同じ ID のホローデータがアインクラッドに実装されます。プレイヤーが生存しているという情報は維持されるので死亡扱いにはならないと思いますが、本人は生きてるはずなのにアインクラッドで動いているのはプレイヤーのコピーである AI。 そんなことになれば現実世界への体の への影響は必修だろう。ユイ、ホロエリアに ID がないプレイヤーはどうなる？想定される最悪なケースとしてはこちらの状況の方が深刻です。先ほどにもあったように ID の重複チェックシステムの認識が逆に働いてしまい、それを修復しなければならないエラーとして認識してしまうケースです。いないものとして扱われるってことか。はあ、いてはいけないホロ、つまりエラーとして認識される。はい。本来アインクラッドにはホローデータが存在しません。アップデート終了後カーディナルシステムが大量のエラー修復のためプレイヤーのホローデータを作成し上書きしてアインクラッドに実装してしまう可能性があります。ホローデータが人がホローデータになってしまうって、あくまでもこの状況下における最悪なケースです。実際にアップデートされるまでこの推測が正しいかはお答えできません。パパ、お役に立てなくてごめんなさい。いや、十分わかりやすかった。すげえわかりやすかった。そんなことないよ、ゆい。ありがとう。ゆいちゃん、ありがとう。なら、私たちがやることは一つね。
ああ、ホロープーが残した最後の悪あき。アインクラッドへのアップデートを絶対に止める。うん、絶対に。パパ、ママ、二人とも同じ顔してます。いいね、いいっすよこれは。そうか？はい、すっごく頑張ろうっていうお顔です。うん、だって私はキリト君とユイちゃんと現実世界に帰るって決めてるから。ああ、俺もだよ。なんだよこれ、幸せな二人のあれ見てる他はどうなんの。ちょっとこれのろけじゃないの、ある意味。もうだから何としてもこの問題は解決しないといけないんだ。よーっしゃ、気合入ってきたね。なんか物語もいよいよ終盤ですよ。お話ししたいことがある。ん、なんだユイ。うん、中央管理コンソールのある場所を特定することができた。うん、できる。お、できる。その前にフィリアさんについて調べた大空洞のコンソールを使ってプーの足取りを追ってみようと思う。あ、じゃあそこに行けばいいのかな。うん、なるほどなるほど。じゃあそこに行きましょうかね。おお、強制的に。カットしてないよ、今カットしてないよ。もう早速着いた。では早速調べてみますね。なんかわかるかな。どうだ、プーの足取りはつかめそうか。今プーのプレイヤーデータを参照しているところなのですが。なんでさ、プーっていう名前にしたんだろうね。やたら可愛いよね。もっとさ、悪そうな名前にしてほしいわ。どうやらプーはパパを罠に陥れた後、大行動の次のエリアに進んだようですね。ということは中央管理コンソールはそこにあるのか。いえ、プーは次のエリアに行った後、寄り道せずにボスへ挑戦しています。どういうことだ。そしてボスを倒した後、管理区に移動して、そこから数日間動いていません。はあ、ん、管理区に数日間。その後はフィリアさんがいた場所へまっすぐ向かったようです。特に怪しいところへ行った形跡はなしってことか。そうなると気になるのはやっぱ管理区での数日間だな。とはいえ管理区のコンソールにはアップデートの項目なんてなかったはずだし。もしかしたら高位ユーザー権限を使って、プーが隠蔽をしていたのかもしれません。ゼロじゃねえな。でもそんなことできんのか。なら管理区のコンソールをもう一度調べてみるか。はい、パパ、すぐに向かいましょう。いやー楽しいよ、もう今すげえ楽しい。キリト。おお、フィリア。あれ、その女の子は。まあ気にしなくて大丈夫。そうか、初めてか。何度か話はしたはず。あ、もしかしてその子がユイちゃん。そう、可愛いだろ。はじめまして、フィリアさん。ユイちゃんがいろいろ調べてくれて私を助けてくれたんだよね。ついでに今もフィリアのエラー解消やアップデート傾向を止めるために中央管理コンソールを探していたところだ。え、そうなんだ。いろいろありがとうね。私もみんなもフィリアさんがアインクラッドに戻れると信じています。必ず向こうへ帰りましょう。そう言ってもらえて勇気が出てきちゃった。絶対帰ってみせるね。前に調べてたから何か変わってるか。変わってないか。一見すると特に変化はないですね。じゃあここには手がかりはないのかな。あ、ちょっと待ってください。どうしたユイ。コンソールメニューの深い場所に管理区の地下に関する項目が出現しています。管理区の地下、もしかしてそこに。はい、中央管理コンソールは管理区の地下の最上部に設置されているようです。本当に。そこまで行けばアップデート計画を止めてフィリアのエラーも解決できる。けどどうして前に調べた時には見つけられなかったんだろう。やはりプーが高位ユーザー権限を使って隠していたのかもしれません。そういやプーがなぜその権限を得たのかっていうね、疑問のコメントがあったんだけど、おそらくそのいろいろ倒していって人をね、まあホロエリアでは人であろうが倒していくことによって何かが経験値的なものが積まれるんだろうね。で、まあ優秀なユーザーというのかな、まあとりあえずそういう部類の
まあ、そっちの部類での優秀みたいな感じで選ばれたんじゃないかな。じゃあプーがいなくなったからその項目が復活したのかな。あ、そうか、殺したもんな。もうその可能性が高いと思います。よし、場所も分かったことだし、早速管理区の地下へ行ってみるか。あ、パパすみませんが、話にはまだ続きがあります。管理区の地下に入るにはある条件が必要なんです。なんだその条件っていうのは。実はこのホロエリアの全エリアのボスを倒さないと入ることができないんです。そういうことか。それでプーは最後のボスを倒してそこにこもっていろいろしてたってわけか。はい、プーも全エリアボスを倒してから中央管理コンソールへ向かったようですし、抜け道はないと思います。しっかりゲームなんだよねこの辺がね。しっかりゲームだよ。ってことはまだしばらく管理区の地下に挑戦するのはお預けか。でも管理区の地下に中央管理コンソールがあるって分かったし、そこへの行き方も分かったんだから大きな前進だよ。だね、確かに一歩ずつかもしれないけど着実に前には進んでいる。よし、まずは大空洞の次のエリアを目指そう。ということでボス戦か、うん、頑張ろうねキリト。まだ続くね。 あとフィリアがそのオリジナルキャラクターですかっていう質問もあったんだけど、ホロフラグメントで、まあ一個前のゲームは、あ、違う、うん、ホロフラグメントから出てきたね。うん、これは何何何、お、新しいエリアの解放ん、管理区地下エリアが解放された。おお、来た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 。あ、でも結局あれだね、ボス倒してからじゃないといけないのかな。よし、エリアボスに、アークソフィアに戻ってこれまでに判明したことをみんなに報告しませんか、ということらしいね。ということでまたイベントかなと思います。エギルの店に行きましょう。またここでね、勝手に行ってくれるとすごいありがたいんだけど、そううまくはいくね。行ったよ、みんな集まったよ。親切設計だな。あ、みんなありがとう、集まってくれて。あんたがこうやって呼び出すということはかなりの大事件なのね。例のホロエリアについて。ああ、シオンの言う通りだ。何が起きるの。このアインクラッドにいる全員がターゲットになった。大規模なアップデートがある。あ、アップデート、何ですか、何がアップデートされるのかな。何がアップデートされるんだろうね。それを仕組んだのはラフィンコフィンのリーダープーだ。正確にはその影のような存在なんだけど、奴がホロエリアのシステムを使って仕組んだんだ。じゃあみんなで逃げないと。計画が実行される前にみんなで街の中に入るのはダメなんですか。残念ながら県内にいてもこれは防げない。そんなのってありなの、どういうことよ。リーズ落ち着けって。ユイ、簡単に説明してくれるか。はい、パパ。決してシリカのお胸がアップデートされるってわけじゃねえからな。というわけでアップデートされるとかなりやばい。確かに、どこにいてもデータを上書きされたらおしまいね。そうだ、だからアップデートが行われる前に止めなければならない。ということは止める方法がキリト君には分かっているの。ああ、ユイのおかげでな。それならまだ可能性はあるのね。やるしかないわね、やらなければ終わりなんだから。うん、私にできることがあったら何でも言ってよキリト君。はい、オレンジギルドの人なんかに負けません。キリトさんがいればきっと大丈夫です。武器や防具はしっかりメンテしてよね。出かける前には必ずうちの店に顔を出すこと。それと他の人にはどうするの。他の人、あー、そうかそうかそうか、うん、大勢に知られるとパニックになる。確かにな、それはあるな。それにこの店に出入りしている人間だけに絞った方が良さそう。おお、なるほどね。そうね、アルゴには口止めしておかないとな。まああいつなら無用なことは言わないと思うけど。そういえばずっと気になってたんだけど。ん、なんだリズ、アスナはどこに行ったのよ。マジじゃん、いねえ。ずっと姿が見えないけど。まさか一人でなわけねえか。あ、話は先にしといて、今はちょうどお話も終わった頃かね、キリト君。タイミング良すぎでしょ。あ、ぴったりだ、ぴったりすぎてびっくりした。はーい、皆さん、今日は
の作ったごちそうですよ。うわ、最後のこれ宴みたいな感じ？晩酌？最後の晩酌？なんだっけ？最後の晩餐か。やべえ。まったく。いきなり言われても食材揃えるのが大変なんだがな。ごめんなさい、ヤギルさん。俺はどっちかっていうと作戦会議に参加するべきだろ。え、クライン、確かに。お前なんで。まあ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 、いいよいいよ。仕方がないだろ。食材を集めるにも人が必要なんだ。なるほどね。すげえ必要な存在だよ、それは。クラインのおかげで美味しい料理ができたわ。ありがとうね。ああ、アスナさんに頼まれたら断れないからな。ちょろいな、お前。しかしいいのか、こんなにのんびりしてて。いや、これがなんかキリトのスタイルでもあるよね。アインクラッド全体に影響を及ぼすデータの実装となれば、早くても数日の時間がかかると思います、そういうことだったら焦るよりもしっかり準備を整えないとね。そうだな、こういうとこが俺好き。 SAO のなんかね、時間を目いっぱい使ってなんかね、最高のあれだとかさ、ね、なんかね、あったじゃん、アスナ寝て、あーいいねいいねいいね。というわけで私とエギルさんが腕を振るいました。やべ、クソ腹減ってきた。決起会ということで、決起会、今日はたくさん食べてね。美味しいですよ。ふわー、すごいごちそうです。これはまた豪勢だね。見たいよその絵が。お代は当然キリト持ちなんでしょうね。マジかシノン。まあそうだけど。キリト君ありがとう、いただきます。リーファもっと食べてターンと大きくなりな。あ、今日はみんな十分に英気を養ってくれ。それでは明日から攻略開始だ。ああ、おお、ユイちゃん可愛い。ん、なあユイ、ちょっと聞いてもいいか。何ですかパパ。ホローエリアにいるプーは他の AI プレイヤーとは違う明確な自我を持っていた。 AI にそんなことが起きる可能性はあるのか。システム的にはノーですパパ。ただもし可能性があるとすれば、感情データが AI に影響を与えているパターンです。相当なやつってことだ、要は感情データ。はい、ナーブギアは装着者の感覚や運動に関する信号だけでなく、感情も読み取ることが可能です。すごいね本当にナーブギア。その感情データはカーディナルシステムが常にモニタリングしています。私は本来そのモニタリングデータをもとにプレイヤーのメンタルケアを行う存在でした。そんなに詳しいデータが残ってるのか。はいパパ、信号を発したプレイヤー ID はもちろん、発生した時間や場所、その時保持していたアイテムに至るまでカーディナルシステムのモニタリングは行われています。いや、こんな世の中が来るのかね、いつかね。そうか、ホロエリアの ID データはプレイヤーの情報から作られている。そこでもし何らかの原因で感情データが保存されてしまったら。さすがパパですね。私が言いたかったのもそのことです。収集される感情データの多くは恐怖や悲しみなどの負の感情でしたが、中にはパパとママのように安らぎや喜びなどの特別な感情も存在することが確認できます。そして時には予想もしない感情データも。それがプーのあれか。ホロ、プーの自我を支えているのはアインクラトのどっかにいる本当のプーの感情データかもしれないな。少しはお役に立てましたでしょうかパパ。ああ、ユイありがとう。カーディナルに保存されるほどの特異な感情データ、プーの殺意、いや殺人による快楽か。まあそうだよな。そう、マジやべえやつだな。ガチだ。サイコパス指数865。わわわ、ちょっと、もうちょっとやりたいところだね。よし、管理区にいるフィリアと話して終わりましょうか今日はね。今思ったら指数じゃなくて係数じゃね。まあまあいいやいいや。このエリアもあとはボス攻略だけ。一体どこにいるんだろうな。ん？大空洞には悪人を脱罪断罪するボスがいる。ほう、あ、それがラスト？場所わかるか？
うん、中腹にある遺跡の奥からボスがいる監獄に行けるみたい。わお、それがラストか。断罪者たちの塊のか狩り魂の狩り場。うわー、なんか結構ヤバそうじゃない。あ、フィリアついてきて。何？フィリアがそろそろアタックフォルムだっけの衣装が手に入ってると思うんで、ちょっと見てみようか。キャラクター情報で専用防具まだないね。まだありませんでした。何？今どんぐらいなんだろう。連携はバッチリだけど、スイッチとかその辺が全然だな。まあ、次のパートぐらいかな。まあ、ボス倒した後ぐらいには、溜まってる感じかな。さあ、ちょっと覗きに行く？ボス戦になっちゃうかな。よし、じゃあ次のパート行こうか。今回はこのイベントパートということで締めて、次はボスとイベントパートがあると思います。のでよろしくお願いします。まあ、長い方がいいっていうね、意見が結構あるんだけど、まあ大体20分、本当はだけど、20分から30分が俺の理想なんですよ。うん。だから、この辺は20、30はアニメ一つ終わるぐらいだから、長いというか、まあ、ちょうどいいかなと自分では思ってる。はい、ということで次回もよろしく、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。